2018年10月7日、突如としてこのような書き込みがなされた。さっき彼氏と二人で電車に乗った時のこと。ちらほら席が空いていたので私は座席に座った。他の場所にも一つ二つ空きがあったけど向こうは座らずに手すりに持たれてた。座ってしばらくして気づいたんだけど、隣に座った男性がおそらく知的障害のある人だった。じーっと見てきて、そのうちベタベタ触ったり、スマホ覗いたり、カバンに触れたり、刺激しないように無視すべきかとも思ったけど、触られるのが嫌すぎてみじろぎしてしまった。幸いその人はすぐに降りて、空いた座席に彼氏が座ってきた。小声で、隣の人がちょっと何か、と言うと、彼氏が、ああ、あれな感じだったね。と座る前から気づいてたような口ぶりだったけど、それなら止めて欲しかった。それは無理だとしても、彼女が絡まれてるのにスルーしてスマホいじってるってどうなんだ。まあ実際止めるまでのことは起こってないわけだけど、何かもやもや、助けてくれなかったやつ、と思ったら無性にイライラして、今ぎこちない態度になってしまっている。わがまますぎるかな。ああいうのって言っちゃ悪いけどめっちゃ怖いよね。助けてくれない彼氏さんにドン引きですわ。普通は助けるよ。そこまでされてもなお、座り続けるあなたにも問題があるのでは？露骨に避けるのはどうかと思ったんだろ。それは、誰かに助けてもらうほどのことじゃないから嫌だなとかエスカレートさせたらまずいなって感じるのなら、さっと立てばよかっただけ。一人の時だとしても、そのくらいなら周りも助けるとかなんとか思わないレベルだし、ちょっと依存度が高い、夢見がちじゃないのかな？彼が声かけたとしても、あなたは助けてくれたわーって満足するだろうけど彼の中ではちょっとあなたへの好感度や信頼が下がると思う。まずは自分で何とかするのか基本だから。自分の彼氏もいざって時助けてくれなそうな気がする。でもそういう人、意外とすぐ降りるから私は電車乗ってても気にしないことが多いかな。関わるとめんどくさそうだし触られたりするの嫌だけど子供だと思ってみたら、胸触られるとか痴漢されたら大声出していいと思う。まあでも知的障害の人に怒鳴り散らす彼氏もそれはそれで嫌だけどね。彼氏も刺激しないように静観してたんじゃない？それでもあなたが席を立たないからどうしようもないよ。それとも、ワイも彼女に何しとんやられ。って言って欲しかったの？性喜びおじさんみたいに圧死させたかったの？それだったら知的レベルの低いドキュンみたいなのを彼氏にしなよ。男も俺でも知的に問題もある人は怖いよ。電車でいきなりニコニコしながら近寄ってきてスマホ覗いて何見てるですかって叫ばれた時は震えたよ。近くにいた保護者みたいのがすっ飛んできたからよかったけど。このイッチとイッチを支持する人にはやっぱり賛同できないわ。身動き取れない満員電車の痴漢とかならともかく。嫌だったら、自分の意思で、その場を回避して立ち去ることができるわけで。自分は思考停止して一歩も動かないのに常に他人には期待して、あなたは私に何してくれるの？みたいな答えになってしまうのは、常に周りにチヤホヤされて周りが全てを全立てしてくれて気を使ってくれて自分の頭で考えて行動する必要がなかった人生だったのか。常に自分中心で彼や周りの人間が動いてくれないとイライラするタイプの性格なんだろうな。俺の彼女だったら速攻10秒で席立つだろうな。それでいて自分の思い通りにいかないとグダグダ文句言うのな。関わりたくないタイプだわ。翌日、一致ですれすくれた人ありがとう。まず絡まれた時の気持ちを分かってくれる人がいて嬉しい。当事者になってみるとすごく怖いよね。あからさまに席立つのはさすがにできなかった。席に固執してたわけではない、他にも空いてたし、すぐに立ちたかったけど、気づいてたなら座ろうとした時に行って欲しかったし、その後もさりげなく立たせて欲しかったかな。とはいえ波風立てたくないって意味では何もしないのもありだろうし、イライラしたのは相手に期待しすぎたかな。基本優しい人ではあるのであまり根に持たないようにするわ。女一人守れねえとか情けない彼氏だな。自分にできなかったことを他人に求めるのは酷というもの。そうやって自分に都合の悪い意見から逃げ続けてきたからこんな性格に育ったんだろうね。スレ民営の指摘通りなわ。一致はすごい。最後まで私は何も悪くない彼がこうするべきだった。でも私は大人だから根に持たないようにするわってのが伝わってくる。都合の悪い意見は何も聞かないのね。昨日からずっと絡まれてて気分が悪いのでさすがに言い返させて。実生活で何の関わり合いもない相手に対して。ただ気に入らないってだけでなんでそんなにしつこく絡んでくるの？私が言ってもいないことを勝手に邪推してそれに対して勝手に怒って何がしたいの？自分の価値観にそぐわないものがとにかく許せないから攻撃するって人の方がよっぽど他人に期待しすぎだと思う。肩の力を抜いた方がいい。熱くなったら負け。
うわぁ気持ち悪い。やっぱり変な人だった。彼氏かわいそう。基本優しい人ではあるので、彼氏全然優しくないと思うんだけど、思いやりがなくて白状やん。普通の男だったら彼女が怖い思いや嫌な思いしてたら何らかの対処してくれると思う。いや、男友達、女友達間でも気づいてて放置はしないな。みんなどんだけ薄っぺらい人間関係の中で生きてんだと困惑。席立つだけなんだから自分で対処しろよ。勇気がなかった自分の責任だろ。もし一人で電車乗ってる時に同じ事態になったら一致はどうするんだろう。彼は彼で絡まれてもスルーしてるのか黙って耐えてんのか。よくわからない彼女に引いててもおかしくないね。私も先週同じ状況になったけど、即離れたよ。近くにいる方が怖かったから自分で行動もせずに助けてもらって当然って態度はおかしいと思う。まあ彼氏も助けてやればいいのにとは思うけど。知的障害の人でもあからさまに避けられたら傷つかない?そこはどうするのが正解なのかわからない。一人の時でもできるだけ我慢する。でも耐えられなくなったら席を立つかな。以前に同じことがあった時は近くに立ってた方がさりげなく助けてくれたけど、座ってからスマートに誘導するのは難しいと思う。今回は座る前に気づいていたのと、絡まれてる間も離れたところで割れ関せずだったのが気になったの。でも周囲の人に助けられるのが当たり前になってる部分はあるからそこは反省する。というかここでグダグダ言ってないで素直に彼氏に伝えてみます。自分が嫌な思いをしているのに、相手を気遣って我慢するなんてのは本末転倒でしょ。それを、避けたら相手が傷つくなんてどう考えてもずれてる。自分は障害者を傷つけたくないから、そういう行動は他人に任せますってこと?おとなしく座っていたならまだしも、あなたにベタベタ触ってきたんでしょ?その時点で逃げればいいんだよ。その判断さえ他人任せなのはどうかと思う。え?自分が障害者を傷つけるのは嫌だけど彼氏が傷つけるのはオッケーってこと?最低じゃん。傷つくと思うならグナグナ言わないで我慢すればいいじゃん。席から離れればいいだけなのにくならない。文句言う資格なんてねえわ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。